こんにちは、デリッシュキッチンです。ニッスイの提供でチーズかまぼこ棒餃子の作り方をご紹介します。ネギ1/2本はみじん切りにしましょう。カルシウムたっぷり、ニッスイ濃厚チーズかまぼこ4本を用意し、縦に2等分に切ります。5種類のチーズがたっぷり 20% 入り。さらに横に3等分にしましょう。ポリ袋に豚ひき肉 150g を入れてネギを加え、酒大さじ 1/2、 塩小さじ 1/4、 おろし生姜小さじ1、おろしにんにく小さじ 1/2 を加えて、袋の上から粘りが出るまで揉み込み、袋の角を少し切り落とします。餃子の皮24枚を用意し、1枚の上に肉だねを絞り出しましょう。チーズかまぼこを一切れのせ、水適量を皮の縁に塗って、両端を折りたたみ計24個作りましょう。フライパンにごま油大さじ2の半量を入れて熱し、餃子のとじ目を上にして並べ、焼き色がつくまで中火で焼きます。水 50cc を加え、蓋をして5分ほど蒸し焼きにしましょう。蓋を取り、残りのごま油を回しかけ、こんがりとするまで焼いたら完成です。チーズの風味豊か、ニッスイチーズかまぼこでぜひお試しください。以上、デリッシュキッチンでした。